はい、じゃあ今日はトミカの NTT ドコモ移動基地局舎を開けていきます。はい、はい、じゃあてんちゃん開けよう開けよう。てんちゃんこれ何かな、トラック？これ中継車だよ、中継車。てんちゃんこの前テレビ局の中継車乗ったね。ここ見て、お、アンテナができたんじゃないの？中継車乗ったよね。うん、テレビを降りた。そうだ、テレビの車だね。あれ、でも NTT ドコモだからあれじゃない、携帯電話じゃないの？てんちゃんこの車はなんていう車？携帯電話。携帯電話、そうだね。サスペンションある？はい、じゃあちょっと見てください。はい、はい、じゃあちょっと詳しく見ていこうかな。じゃあこれは NTT ドコモの移動基地局車だってボディーカラーはホワイトがベースになってます。で、正面から見るとヘッドライトはこれ塗装だね。で、横には NTT ドコモ、ここにも NTT ドコモって書いてあるね。で、この車体のボディのこの前の部分はダイキャスト。で、後ろはこれプラスチックになってるのかな。で、後ろのドアは開かないね。はい、で、サスペンションがついてます。で、あとはこれは移動基地局車だから上のこのアンテナが開くんだね。で、アンテナのところにもこれ NTT ドコモって書いてあるね。はい、またここ書いてる。早く次を早くわかる。はい、それは何のアンテナですか？白いです。白いアンテナそうね、白いアンテナ。携帯電話のアンテナだね。この車のエンジンの音はどんな音するんですか？うーん、なんか、道路パトロールカーの登場。てんちゃんどっちが大きい車？こっちは大きいとこっち大きい。両方大きいのか。グレーだ。てんちゃんぶつかっちゃダメだよ車。さっき箱の中に入ってたのはこれだね。どう、これは、あ、 NTT ドコモ基地局舎の概要だね。全長は 6.36m って書いてあるね。定員は3名。あ、でも3人しか乗れないんだねこれね。てんちゃんこの移動基地局舎っていうのは災害が起きた時に応急的にサービスの復旧をさせる特殊な車だって。てんちゃんこの車は困ってる人がいたら助けに行くんだって。そう、携帯電話がつながらないと困るからね。地震が起きました、大変、アンテナがない。よし、アンテナ、よし、これで携帯電話が通じるね。よし、じゃあてるちゃん今日もよく遊びました。じゃあ終わりです。バイバーイ。